250ページ、開国2ロシアのプチャーチンも再び来航し、日露和新条約を締結し、1、下田、函館のほか、長崎を加えた3校の開港、2、エトロフ島以南を日本領、ウルップ島以北をロシア領とし、カラフトは境界を定めない雑居地にすることなどを取り決めた。幕府は、イギリスと日英和信条約。 オランダと日乱和新条約を締結し、鎖国政策から転換した。ペリーの来航後、老中主座の安倍政宏は、それまでの方針を変えて、朝廷へ報告を行い、諸大名や幕臣にも意見を述べさせた。しかし、この措置は、朝廷の権威を高め、諸大名の発言力を強めるもので、幕政を転換させる契機となった。また 幕府は、安政の改革を行い、越前藩主の松平義長、薩摩藩主の島津成明、宇和島藩主の伊達宗成を登用し、前水戸藩主の徳川成明を幕政に参画させ、国防のため、江戸湾に台場を築き、大戦建造の金の解禁を行った。